皆さんこんにちは。ゆりんこ沖縄の時間です。私パーソナリティのトーマと申します。この番組は私トーマが、セラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginoan.com です。また、FM ギノワンでは、ツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、チェックしてみてください。ツイキャスは Twitter も連動しておりますので、たくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。また、スマホで聞く場合は、リッスンラジオというアプリがありますので、そちらをダウンロードして、FM ギノワンを探して、お楽しみください。それではこの後4時半までお付き合いください。一旦 CM を挟みまして始めていきたいと思います。銀座で一つ西川の、銀座で二つ西川の、暗食、暗食、高級暗食パン、パンパンパン。銀座西川、高級暗食パン。家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。はい、ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。はい、ということで、10月8日、火曜日、ゆりんこ沖縄始まりました。本日もですね、収録放送にて、お届けしております。リアルタイムのコメントとかね、メールではちょっとね反応できないんですけど、すいません。ということで、今日も収録なんですが、ですね、最近の報告みたいな内容なんですけども、今日はですね、最近、まあ、どれぐらいかな、一月前ぐらいから、ちょっと、この新しく引っ越してきた我が家にもですね、神棚をちゃんとお祭りしまして、で、毎日毎日ね、手を合わせて拝んだり、たまには祝詞をあげたり、毎日毎日このお供え物をね、変えたり、しているんですね。それで、この日々神棚をね、拝んだりすることを通して、まあ、自分に起きた変化といいますか、ちょっと気がついたこととかあるんですね。まあ、そういったのを今日はお届けしようと思うんですけど、まあ、どうしてこういうことを言うのかというと、先週とその前の週だったかな、二宮金次郎さんのお話を僕しましたよね。また二宮金次郎の話なんですけど、まあそれに通じる、まあ、内容なんですね。この二宮金次郎の話が面白くて、僕結構分厚い本を買ってですね、読んだりしてるんですけども、やっぱこの人の生き方をちょっとね、知れば知るほど、やっぱりなんか、僕の心が変化していくんですね。二宮金次郎さんのこの生き方とか考え方を勉強していくと、なんか自分にも影響があって、なんかすごく心が成長してるような気がするんですよ。まあ、なんていうかな、そういった学びもですね、ありつつ、なんていうか、この、神棚拝んでる時のなんかね、気持ちに通じるものがなんかある気がしたんですね。まあ、それで今日はね、神棚のことと
か、あの神棚のことと、まあ、二宮金次郎さんのね、ことをね、また今日もお話ししていこうと思います。で、まあ、なんか最近二宮金次郎のことハマっててですね、すごく面白いんですよ、この人の考え方っていうのが。まあまあ、よく学校で習うのは、なんか、なんていうかな、薪を背負って本を読んでる銅像ですよね。これはもう、働きながらも学問を、一生懸命やっていた、なんていうかな、見習うべき姿としてね、あると思うんですけども、まあ、この人の生き方をよくよくね、調べていくと、まあ、本当に苦労してるだけでなく、偉業をすごく成し遂げた人でもあり、なおかつ、哲学者みたいに、ものすごい生き方であるとか、この世界のあり方であるとか、そういったことをもう深く深く考えて、まあ、お弟子さんたちに教えてたみたいなんですね。まあ、なのでね、とても魅力のある、まあ、なんか人だなって思いますね。さて、まあ、そういう人なんですけど、神棚のことをね、僕、ちょっと冒頭言いましたけど、じゃあ、まず神棚のことからお話ししていきますね。そう、皆さんお家に神棚ってあんまりないと思うんですよ。お仏壇とか、ひぬかんとか、拝んだりされてると思うんですね。まあ僕は神道を勉強していたこともあり、また神社にちょっとね、一時お勤めさせていただいたこともあるので、まあお家に神棚をお祭りしてるんですね。で、皆さん神社行った時にこう、二礼二拍手して、お賽銭投げて、こうね、手を合わせて、お願いごとするじゃないですか。また、あそこはお願い事するんじゃなくて、日々の感謝を伝えるんだよ、という話もありますけども、まあ僕もね、毎朝神棚を拝んで、まあいろんな言葉をね、心の中で念じるんですね。まあ日々無事に過ごせているし、仕事も日々うまくいっているし、神様に置かれても、これからもますます光り輝いて、いつまでもご健在でありますようにって、神様にもお祈りしてるんですけども、まあそういうことをして、じゃあ、なんていうかな、いいことがあった、ご利益があった、いろんなことがうまくいったっていうね、ご利益みたいなことにフォーカスを当てるとですね、まあその、お願い事になっていくじゃないですか、この、神棚で手を合わせている時のなんか心の中っていうのが、お願いしますお願いしますって言って、まあ、宝くじ当ててくださいじゃないけど、すごく都合のいいことであったり、まあ、お願い事だから結局エゴ丸出しになっちゃうんですよね。ただ、僕もそうなりがちな時はあるんですよ。仕事がうまくいってないなっていう時に、どうかうまくいかせてくださいって、ね、お祈りすることもあるんですけど。まあ、でも、神棚に手を合わせる時っていうのは、なんか、本来そういうことではないような気がするんですね。もちろん大変なことが起きた時は本当に神頼みっていうことも、もちろんいいと思うんですけども。ただ、日々、神様にお願い事をしているっていうものではないと思うんですね。こう、神棚に向かって、こう、手を合わせるというのは。まあ、僕は、最近、こういうふうに思ったんですよ。本当に仕事がうまくいき始めてるんですね、最近。それで、あ、神様に手を合わせてることで、神様が、こう、見えないけれど、背中を押しているっていうこともあるのかなって思ったんですね。で、きっとあるだろうと。あるんだろうと。まあ僕は信じるわけですよ。まあ、あるんだろうなと思ってね。ただ、これに、
これを感じると、やっぱり日々日々の神棚でね、ありがとうございますと、背中を押していただいてありがとうございますって、お礼を言いますよね。で、そこで、終わっては、なんかね、自分のお願い事を、してるだけのお祈りになってしまうなと思って、背中押されているけども、自分自身でもっともっと前に走りますっていう、意識になってきたんですよ。今まで頑張ってるようでもあったけれど、やっぱり、この神様に背中押されてるなっていうのは応援みたいなもんなんですね。なんか僕の感じからしたら。マラソンしてる時に応援されているみたいな。で、応援されると力が湧くじゃないですか。力が湧くから、さらに、自分、応援に頼るのではなくて、自分の力でもっともっと、早く、もっともっと遠くに進んでいく。で、そういう気合を自分で自分に入れる、みたいな、そんな、感じなんですね、最近の僕っていうのは。で、神棚に手を合わせることで、何かご利益があるっていうような、そういう話ではなくて、なんか日々日々自分の心が引き締まっているような気がするなっていうのが、最近感じてるんですね。で、心っていうのは人間簡単には変わらないじゃないですか。自分の考え方っていうのが心に反映されて、心が自分の考え方に反映されて、で、どっちもね、簡単には変わらない。でも、日々日々、神棚に手合わせていると、なんか自分自身との会話が増えるんですよ。神様に背中押してもらってるなとか、今日いいことがあったなとか、あるんだけど、そこで、今日もありがとうございました。また明日もよろしくお願いしますっていうんじゃなくて、いいことを起こしていただいてるから、ますます自分の力で、前に進みますっていうようなね、気合が入るんですね。まあ、こんな感じで自分の心が引き締まっていくなと。なので、日々日々繰り返し拝むっていうのは、自分の人生を豊かにしてください。いいものにしてください。儲からせてくださいとか、そういう、俗っぽいことではなくて、むしろ日々日々繰り返し拝んでいくことで、なんか自分で自分の心が、ね、磨かれていってるような気がするんですね。また朝お供え物したら、夕方にはお供え物って下げるんですね。本来、鉄線って言ってね。朝起きてすぐこの神棚からやるんですけど、その時に、今日はこんな風に仕事しますとか、なんか僕仕事の話ばっかりだけど、まあ、なんていうかな、決意表明じゃないけど、今日は頑張りますみたいなこと言って、そして夕方仕事終わって帰ってきて、鉄線って言ってね、お供え物を下げるときにですね、今日も一日ありがとうございましたって言うわけですね。で、その時に、なんか仕事の反省みたいなのが入るんですよ。今日はこんな感じでした。ここはもっと頑張れた気がします。とかね。もっと頑張ります。とか。なんかそんな自然にね、そんな自分になりつつあるんですね。で、そこでですね、なんで僕そういうふうに考えるようになったのかなっていうのは、あ、すいません。この、神棚を日々拝んでいるだけの話ではなくて、もちろん古神道をいろいろ勉強しましたけども、最近こう読んでる二宮金次郎の言葉に何か感化されるものがあるんですね。で、二宮金次郎さんって、じゃあどういうことを言ってるのって言ったら、もう本当に一言では言えないんですよ。このラジオでは本当に言い尽くせない。何ヶ月かかるんだろうっていうようなぐらい、そのボリュームが多すぎて、なかなか言えないんですけど、僕が初め、この二宮金次郎のね、
言葉でピンときたというか心惹かれたものは徳っていう言葉なんですね。徳を積むの徳。これは自分自身が世間に対して役立つことみたいなんですね。で、そのちゃんとこの徳っていうのを自分が持ってて、それを世間にちゃんと役立たせるっていうのがなんかこの教えとしてあるんですけど、また先週言ったみたいに人道を尽くす生き方って言って、そのね、もうたゆまぬ努力を人間は積まないといけないっていう考え方で、そういった教えですね。まあ、そういったことからこの二宮金次郎像みたいなのがだんだん見えてきて、本当にね、身を粉にしてね、全身全霊で社会に貢献しているっていう姿が浮かんでくるんですね、僕は。この二宮金次郎さん本人もものすごい自分自身を磨いていったんだろうし、ものすごいエネルギーで、世間、社会貢献っていうのかな、仕事だと思うんですけど、農村の復興とか、そういったことで、ものすごく社会に貢献していってるんだなっていう、そういう姿が見えるんですね。なんかね、そういうのを見てると、僕はね、自分に足りないのはこういう心だなって思うんですね。恥ずかしながらね。僕はこのラジオを始めたきっかけは、やっぱり、心と体と魂を癒すっていう、こう、テーマなんですけど、やっぱり何かしら、どんな切り口でもいいので、人が楽になるといいなと思ってるんですね。辛い状況から少しでも楽になればいいやと。そのために、スピリチュアルな話でもいいし、栄養学の話でもいいし、まあ何でもいいんですよ。こういうメンタルの話でもいいんですけどね。まあこうやって世間、まあ誰かが楽になるといいなと思ってラジオしてますけど、ただ、こう身を粉にしてとか、もう人間は普段、もう、たゆむことなく努力し続けるべきであるっていうような、こう熱いこの熱量ですね。そういったものが僕には足りないなと思ったんですね。それで、二宮金次郎さんの話をね、いろいろ読んでいくと、なんかだんだん仕事中とかでも、なんか自分にね、自問自答するようになって、何かというと、こういう言葉が思い浮かんできたんですよ。いつだったかな、こう仕事、僕今新規事業立ち上げしてるんですけど、まあなかなかうまくいかないな、っていう時があったんですね。で、その時に、うまくいくといいなって、もちろん僕は思うわけですよ。でもその時に、この仕事って自分のためにやってるんでしょっていうのは自分で分かってたんですよ。お金のためにやってるっていうのは分かってたんですね。まあ、なんですけど、この仕事がうまくいかないな、うまくいくといいなっていう時に、じゃあお前は世間の役に立つのって僕は、なんかね、自分で自分に問いかけたんですね。世間の役に立つ人じゃないとうまくいくはずないさって、まあ、答えが出てきたんですね、僕の心から。あ、そうだよなと。お前は世間の役に立つのかって。これって自分で自分に自問自答してるんですけど、これ神様に言われてるような気にもなるんですね。なんでかっていうと、やっぱり毎日こう神棚に向かってると、その神様からメッセージもらいましたとか、そういうスピリチュアル的な話じゃないんだけど、自分で自分の心に聞くとか、いろんなね、あり方、考え方、生き方、なんかいろいろありますけど、そういったのをね、自分で、なんかね、心の中で反復してね、やっぱり、自然に磨こうとしていくんですよね。なのでね、この、お前は世間のお役に立つのかっていう言葉が最近浮かんできて、
で、これを意識するようになってから、仕事がうまくいくんですよ。なんか不思議なことに。いや、これ本当に不思議なんですけど、結局、自分で自分に問いかけるんですね。お前は世間のお役に立つのかと。世間の役に立つ人じゃないと、仕事うまくいくはずないよっていうことなんですけど、で、この問いかけを自分に課すようにしてから、自然とこう思うようになったんですよ、次は。あ、そうだと。別にお金のために、ためだけにやることではないと。役に立たねばならないよな、っていうような感じで、役立ってやる、みたいな、なんかね、変な風にちょっと熱く燃えたりするんですね。そういう気持ちになってからはね、なんか本当にね、なんか最近トントン拍子に進むんですよ。これね、不思議だなぁと思うんですけど、こう、スピリチュアルな話では引き寄せとかね、そういう言い方もあるでしょうし、まあ、わからないですけど、やっぱり自分の意識の持ち方とか、心の持ち方一つで、何か新しい世界が開いていくっていうのは、やっぱり、あるんだなーっていうのは実感がね、最近あったんですね。まあ、昨今はね、このスピリチュアルブームですよ、本当に。パワースポットブームだったり、占いブームだったりすると思うんですね。で、そういったことって、役立つのかどうかというか、ご利益があるのかどうかっていう感じで、崇められてるような気がするんですね。なんだろう。いいことが起こるから、このアイテムを持とうとか、金運が上がるから、あそこにお参りしに行こうって言って、初めからもうエゴ丸出しなんですよね。ところが、そうじゃないよねっていうことを、こう、二宮金次郎の話見てると、やっぱり思うわけです。僕の古神道の先生もね、ご利益信仰には警鐘を鳴らしてるんですけど、そうじゃないよねと。世間に対してどう生きるかっていうのって、とっても大事だよなっていうのが、また最近ね、思って、この、自分は世間の役に立つのかっていう、この自問自答ですね。そういうのをしたんですけども、まあ僕もですけど、まあスピリチュアルとか占いの世界は嫌いではないんですよね。嫌いではないですし、周りにもね、スピリチュアル好きな人も、そういうお仕事されてる人もいるんですけども、いっぱい。ただ、ご利益信仰になり下がってはいけないなと。まあ、友達でも知り合いでもないけど、やっぱりそうなってる人っていうのも見かけますしね、SNS では。ご利益信仰であるとか、金儲けの道具になっ、ただね、そう、金儲けの道具になってしまっただけの、なんかね、スピリチュアルの仕事って、本当になんか、なんとも言えない、なんとも言えない残念な感じにはなりますね。まあ、なので、結局、その、ご利益があるのかないのかとか、そういったことではなくてですね、この神棚を拝むとか、そういうことはね、まず自分が磨かれてですね、なおかつ、なんていうのかな、こう、僕も大層なこと言えないんですけど、自分の心が磨かれることで、やっぱり自分の生き方をね、見直したりして、そしてね、世間の役に立つように生きていくべきかなっていうのがね、最近ちょっと、見えた答えの一つかなと思いますね。はい。まあ、こういう、気づきがね、最近いろいろあったんですけど、この二宮金次郎さんの話っていうのは本当に奥が深くて、もう量も大層すごいんですね。この人はね、面白くて、哲学者みたいでもあるんですよ。なんていうかな、農村の、開発だけじゃなくてね、この僕はその好きでこう古神道とか古い本とか読んだりするんですけど、国学、なんていうのかな、
この古神道の研究者みたいなことも言うんですよ。天地ははじめ濁っていて、なんだろう、白も黒も混ざり合ったような、濁ったような状態で、これが濁りが下に固まっている。ということでね、一気にね、いろいろ喋ってしまいました。早いもんで、もう、エンディングのお時間です。ということで、本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。パーソナリティはトーマでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。